おはようございます。ここは上総中野駅です。今日はこれから小湊鉄道に乗るんですよね。小湊鉄道って、上総中野から五井を結ぶ千葉県内完結の鉄道です。これに乗るんですね。っていうかこれいつの時代の車両なんですか？それは後でのお楽しみ、です。さっきまで乗ってきたのは奥に止まっているいすみ鉄道です。ローカルですね。これが千葉。千葉全体がこうってわけじゃありませんからね。千葉県なのが信じられないというのは否定しませんけど。ひとまず乗車しましょう。何時ボロボロのホーム。それにホームと列車の間が2段もありますね。ちょっと大変ですね。よ、凍らせ、と。はい、車内はオールロングシート。ボックス席はありません。本当にボックスシートないんですね。逆に言えば、製造当初のインテリアがそのまま残っているとも言えます。ボロボロ発車。ですね。お、動きました。加速がお米。もうだいぶ年老いた車両だからそこはしょうがないですね。というわけでいすみ鉄道とお別れします。さらば上総中野駅、です。バイバイ。にしてもやたらに出ます。年季も入った車両が下がっ方ない。前に連結された車両と比較すると見れ方がよくわかるんじゃないかと思います。年季が入っていることを考慮しても揺れはかなり大きめです。なるほど、確かに大きな横揺れが続きますね。あ、運転席後ろの椅子は使用不可でした。近年の文字が313という文字。それも大分古い。この313という車両自体は1977年製造です。この車両の系列は200系というんですよ。この200系、最初の製造が1961年12月なんですよ。古さも相まって見れるんで、路車内には扇風機がついていますが、この車両は冷房化されているので使われていません。今となってはただの火山ですか？動いている車両もありますけどね。観光路線なりの需要があるのか無料で運転されています。ただ、今のところほとんど乗っていません。いつでも乗ってくる。乗ってきたらいいですけどね。とても古い車内ですが Wi-Fi が使えるそうです。ヘッドバンクの意味がない？そうみたいですね。だから夜メロンはこの恩恵を享受することができません。それはちょっと残念。さすが山間路線、トンネル多めですね。実際にトンネルが多いのは上総中野と養老渓谷の間だけですけどね。これでも、トンネルを抜けても植物のため。グラグラです。グラグラですね。グラグラグラ。ちなみに私一グラグラで馬は1133.5。だいぶ長いこと走って養老渓谷駅に到着。結構乗ってきました。ちょっと待ってください、ドア閉まるスピード速くないですか？そうなんです、この列車。閉まるのが恐ろしく早いんですよ。さっきのドアの閉まり方はバウンドギロチンドアと言っても過言ではない感じですね。一気に閉まるのでギロチン、閉まりきる直前に跳ね返るのでバウンド。合わせてバウンドギロチンドアですね。そんな呼び方があるんですね。では、開くシーンも見てみましょう。こっちはまあまあ。ドアが開いたらどこかで見たようなキャラクターがお出迎えしてくれましたね。この上総大久保駅はトトロっぽい世界観が描かれているんですよ。よく見るとほら、ここにトトロが。本当にいる。座席の柔らかさはどうなんです？硬くはないんですが、別に快適ではないです。全体的に下手っている感じですね。ドア下の段差です。まるでバリアフリーを度外視したかのようなものですが、それは仕方ないです。これもまた観光列車っぽくていいんじゃないですか。まあ確かにそうですね。何せ行楽シーズンには4両で運転されることもあるくらい人気なので。さっき紹介した扇風機に関連して、冷房も紹介します。こんな風につり革のあたりについてます。ちゃんとついてる。小さいながら結構な数ですね。その一方で、209と210には冷房がついてないらしいです。里見駅に今乗っている車両と似たような車両がいました。確かにちょっと見てる。なんて書いてあるんですかね？房総里山トロッコ。そういえばこの小湊鉄道、トロッコの運転もしているんでした。興味深いですね。小湊鉄道沿線案内がされてました。駅名の間に所要時間が記載、駅名の下に名所案内が書かれていますね。立派名所がある。さすが観光路線ですね。そして200系のイラストが上部に描かれていますね。風情ありますね。ところで、ドアが開いている間はドア下のランプが点灯するみたいですね。夜中でも安心して乗り降りできますね。ところで今、どこの駅？上総牛久ですね。
半分以上の列車がここで折り返しなので、ここから上総中野よりは秘境路線と言ってもいいです。さあ、五位へ向けて発車するみたいですよ。いよいよ都会の方面へ。あ、ライト消えた。こっち側は閉まるのゆっくりなんですね。ばらつきがあるのもまた面白いですね。いよいよ住宅もいくつか見えるようになってきました。民本物が見えてくると謎の安心感がありますね。そしてもう間もなく上総牛久から一駅下馬立という駅に到着です。やはり上総牛久を境に仕様が変動することを裏付けていますね。でもやっぱり駅舎は古めかしさを感じる。それはそうですけどね。ですがその分だけ余情を感じられるという見方もできますよ。ほら、絶対に都会じゃ味わえない雰囲気が。なるほど、これは確かに旅のポスターとかに出てきそうな雰囲気ですね。もう終点まで片手で数えられるくらいの駅数しかないのですが、さすが観光路線。私たちを飽きさせることは一切ありません。これも全面風景って感じですね。いすみ鉄道の大原駅で買った房総横断乗車券です。ここも範囲内なので継続して使ってますよ。発送日については触れない方がいいですか。感じですね。ちょっと天気っぽさが感じる。さて、次の駅は終点の5なんですが、まだまだ、支えてる子は苦手い。最後までローカルな雰囲気を出したまま走り切ってくれそうですね。あらら、もうすぐ着いちゃうんですね。楽しかった小湊鉄道も、もう終わり。JR1 号線と並んで走る区間になりました。もうラストスタートです。5位に到着。以上、小湊鉄道線でした。なかなか見られないローカルな雰囲気が良かったですね。古めかし災害のものも、いっぱい買ってた。5位側の車両は T307、1970年の車両だそうです。40歳ですか、これまた長生きですね。今後小湊鉄道では T40 という JR から譲渡された車両も走るみたいです。それも古いの。もちろん1977年の車両らしいです。まだ昭和の雰囲気は残りそうですね。ですね。では今回はここまでです。また見てくださいね。バイバイ。